and I'm Echo Star here, back with more Amnesia Memories. We left off with Demon Lady talking to us, and the participation trust courage thingy is red, because there's a lot of fangirls we're always paired with. Ah, no, I don't trust this at all. Hi. Oh no. なんか仕掛けでもされてるのかな。I'm pretty sure. 単にお墓参りするだけなのかな。それならまだいいんだけど。She probably leave us halfway. She probably kill us. Who knows? Let's find out. 本当に暗。何これ。思った以上に暗いじゃない。ああ、やだな。こんなところにあなたと二人きりなんて。Trust me, I'd rather not have you either.一気とペアになれた子が羨ましい。君だってどうせなら一気とペアが良かったよね。ダメなんだよ僕、精霊のくせにって思うかもしれないけど、お化け怖いんだよ。Oh, he's a spirit, but he's afraid of ghosts. That's funny. ああ、この地図だと長そうだな。もうすぐ分かれ道を右に行くはずなんだけど。こんなに暗いんじゃ、分かれ道あっても気がつかないかもしれないよ。やだよ、やだよ、早く帰りたいよ。We could go back right now! っていうかさ、そろそろ最初の分かれ道についてもいい頃なんじゃないの？ We're lost. え、もしかして、道間違えてる？ We're lost! That's it! We have to live in the forest now! まさか霊が僕たちを迷わせてる？ねえねえ、この地図おかしくない？もう分かれ道あっていいはずだよ。It's red! I tell you, it's red! あれ？パートナーの子は？いないよ。戻ろ、ね、戻ろ。なんか足音してない？ It's Rika! パートナー見つけた。It's Iggy! 何その情けない顔、もしかして怖かった。 My heart was pounding. I thought it was a demon lady ready to end me. よしよし、もう大丈夫だよ。パートナーの子がリタイアするって言うから抜け出してきちゃった。っていうか、そっちのパートナーもいないんだ。困ったもんだね。もう、そんなにすがるような目で見ないでよ。抱きしめたくなるでしょ。腕に捕まりな。もう怖いことは何にも起こらないよ。何かあっても守ってあげる。I feel safer now. やばいな。本当に抱きしめたい。His cheeks are red. He's blushing. ダメダメ。嫌われないようにしなきゃ。ん、何もしない。もう怯えられたくない。ああ。一緒に途中棄権しよう。去年来た時に見つけたんだけどね、近くに星がよく見える丘があるんだ。こんなのやめて、星見に行こう。別に肝試し続けたくないでしょ。あのさ、二人になれたら聞きたいことがあったんだけど、昼間ミネたちと話してたこと、あれって本当なの？僕の目って君にも聞いてたの？君今までそんなこと一言も言わなかったよね。どうして言わなかったの？まさかとは思うけど、落としたことは別れるって噂、まだ信じてるわけじゃないよね。Don't believe it anymore. そっか、うん、ありがとう。それならいいんだ。まあ女遊びしてたこと自体は君も知っての通りなんだけどね。でも落とした女とは別れるって、それ僕の目の力を信じてない男の言い分だよね。落とす努力なんて僕には必要ないのにね、バカバカしい。みんな二つに一つなんだよね。僕を大好きになってくれるか、疑って遠巻きにするか、どっちか。僕が信用できるのかどうか近づいて冷静に判断してくれたのはケンくらいだよ。
着いた。すごい星だね。あのさ、昔小さい頃にね、こうやって空を眺めながら流れ星に祈ったんだ。女の子にモテたいってね。 And that's why you got the eyes. どうしようもない子供でしょ。我ながら他に願い事なかったのかって思うよ。でもね、その後周りの女の子たちの態度が変わったんだ。不思議なくらいみんな優しくしてくれるんだよ。びっくりしたね、あれは。それから年を追うごとに女の子たちの反応はもっとはっきりしてきた。中学に上がる頃には確信してたね。あの願いは叶ってたんだって。でも僕はもう嬉しくなかった。僕はたくさんの女の子から愛されるようになった代わりに友達を全員なくしてたんだ。Oh, yeah. こんな力いらなかった。僕はあの時間違ったものを望んでしまった。やり直せるならもう一度あの時の願いをやり直したい。今度はあんなこと願わない。好きな子から愛してもらえますようにって願うよ。あ、流れ星。君に愛してもらえますように。 Oh, I do love you, Aki. I do. 勝手にキスしたことを君が怒らないでいてくれますように。できればもう一度させてくれますように。これは君へのお願い事だよ。ダメかな。Oh god. Oh my god. What do I do? I mean, that's the famous line ever. 好きだよ。願い事叶わないかな。二度目の奇跡はちょっと欲張りすぎかな。Day two at the lodge. One more day.Just one more day with these girls and I can be out of there and take a bit of my life. Ever! What did you figure out, Mine? Huh? Huh? Did you finally figure out the fangirls are evil? いきなり人の部屋に入ってきて、一体何を? Exactly! Not first! 昨日の晩の肝試しです。からくりが分かりました。What trick? からくりって、何それ、穏やかじゃないな。本当に穏やかじゃない話なんですよ。Oh. 先輩、昨日の肝試し中、パートナーと途中ではぐれませんでした? Yes. え、うん、はぐれたけど。あれ、仕組まれてたんですよ。肝試し自体、全部先輩を脅かすために仕組まれてたんです。ん? 今、ファンクラブの子たちに何気なく接触して聞いてきました。間違いないですよ。仕組まれてたって。嘘。それマジな話?マジな話です。まず、私がおかしいと思ったのは、パートナーの組み合わせが都合良すぎるってことなんですよ。And Mine, it's a miracle she told me this. リカと一輝先輩、それに先輩のペアは、みんな熱心なファンクラブ会員でした。あ、それは僕も変だと思った。男子二人も、ファンクラブの中学メンバーとペアになってました。部外者の私は、サワさんとペアです。つまり、ファンクラブ会員以外のほぼ全員に、熱心なファンクラブ会員のパートナーでくっついてたんです。もうこれだけで怪しいのに、出発順もおかしいんですよ。まず、一番邪魔な私たちが最後で、その一組前が一輝先輩ペア、さらに一組前が先輩。そんなの、都合良すぎじゃないですか。そうなの?要はですね、先輩が出発する前にファンクラブ会員のほぼ全員が
森の中へ入ってたってことなんです。邪魔な私や沢さん、一騎先輩を山荘の前に残しておいてです。しかも一騎先輩のパートナーは出発前に具合が悪いとか言い出して一騎先輩を引き止めてたんですよ。つまり私たちが出発するまでの間、先輩はファンクラブ会員たちが潜んでる森に一人でいたことになるんです。どうやって脅かすつもりだったのかまでは分かりませんけど、陰険なこと考えてたんでしょうね。それねえ、あんた大丈夫だったの？ Oh my god。 まあ実際には一騎先輩がペアの子を一人で山荘に返して先輩のことを探しに行きましたから、ファンクラブの人たちも大したことしてる暇なかったみたいですよ。ざまあ見ろです。そうなんだ、まあそれなら良かったけど、あんた危なかったね。助けに来てくれなかったら僕たち何されてたんだ。一騎さん、あんたが狙われてるのに気づいてたのかな。そういえばかなり慌てて探しに行ってたよね。ですね、気づいてたとまでは言わなくても怪しんではいたのかもしれません。一騎、ありがたいね、助かったね。後でお礼言っておこうね。ねえあんた、あの女たちの恨みは買わないようにほんと気をつけた方がいいかもよ。今までだって気をつけてたけど、これからはもっと気を引き締めていかないといけないかもね。それでは皆様、名残惜しいですがそろそろ出発の時間が近づいてまいりました。お荷物とお部屋を片付けて時間厳守で30分後に集合してくださいませね。 We're leaving already? ちぇー、結局オーナーとはお近づきになれずじまいか。ですね。はぁ、恐怖と緊張の合宿もやっと終わりだ。あー、一騎と一緒にいられるのも今日が最後か。また東京で会えるでしょ。あ、一騎だ。ねえ、昨日のお礼言っておかない？こういうのは早いうちがいいよ。あ、でもファンクラブの連中がいる前ではやめといた方が無難。どうする？I think I'll just wait because I don't want to do anything. まあ、それが安全かもね。あれ？こっち見たのに声かけずに行っちゃった。まあ人前じゃいつもこんなもんだっけ。ほんと一騎って二人きりの時とみんなの前じゃまるっきり態度違うよね。まあ今度二人きりになった時にでも改めてお礼言えばいっか。Back home. 懐かしの我が家、安全な我が家。いや、うん、僕の本当の家は別のところにあるんだけどね。いや、本当に大変だったね。でもこの合宿のおかげで前より少し一気のことが分かった気がするな。やっぱりいいやつなんじゃないかな、なんて思ったな、僕は。真面目な話、夕べの一騎の様子見てたら、一騎は君のことを本気で好きだとしか思えなかった。目の力のことも好きで受け入れてるわけじゃなさそうだったよね。子供の頃流れ星に祈ったら願いが叶ったか。僕の知ってる神様ならそのくらいできないこともないけど。できるよ、文字通り神様だから。僕のいた別世界の国にはね、神様がいっぱい暮らしてるんだ。 God's great wishes. 神様というのはすべからく人類の願いを叶えるために存在している。神様は人類の願いを叶えることで神様の証たる魔力を得る。
強い神様なら人類の体を改造して一気みたいな体質を作ることもできると思う。子供の頃の一気の願いを力のある神様が聞き届けたとすれば、あの体質も僕には納得できる。一気にとっては結果的に辛いことになってしまったみたいだけどね。ただ、もともと神様は別の世界の存在だから、こっちにはいないはずなんだよ。So can like you go visit your god friends and like someone to help digging out? まあ、ふらふらこっちに来ててもおかしくないとは思うけど、混乱をきたすから他の世界にあんまり干渉したらダメってことになってるんだ。あ、分かってると思うけど、僕は神様じゃないよ。I know you're just a spirit. 僕は精霊、神様に作られた存在であり、神様に仕える存在だとでも思って。精霊は精神体だから、本当なら神様にしか見えないはずなんだ。今の君のケースはすごく特殊だね。君も分離が進んでいけば、僕の姿は見えなくなると思う。そうしたら僕は元の世界に帰って、僕の作り主である方にご奉仕することになるわけだね。オリアン、I'm gonna miss you. はあ、そういえばニール様、しばらくお顔を拝見してないけど、どうしてるのかな。で、僕の事情はとりあえず置いておくとして。今問題なのは、どうやって君の記憶を取り戻すか。僕が消えた後、君が頼るべきなのは誰かだよね。I like how Orion cares about me. ねえ、一気に記憶喪失を打ち明けて相談すること、真剣に考えてみてもいいのかもね。今の一気なら、君のことを任せても守ってくれるんじゃないかって気がする。一気？噂をすれば。一気？Yay! Do you want to take a break for a while? I kind of want to think about this longer.ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。Break it up with me. 昨夜の態度は何だったの。乙女にキスしといて何言っちゃってんの、この男。一人で考えて何しようっての。なんで理由説明できないの。もう信用できると思ったらこれだ。ずっとこんなことの繰り返しだ。どうする、なんて返信してやる。It's the fangirls. はい、今日はもうあいつのことで悩むのやめよう。疲れたね。頭空っぽにして明日のバイトまで休もうね。お疲れ様でした。Back at work. Waka? おはよう諸君。俺から朝礼を始める。Yes, sir! ああ、なんか店長のノリが懐かしく思える。本日は旅行のため休んでいた3人が復帰している。不在の間を支えてくれたシンは本日から入れ替わりで休暇に入る。Oh, she has to work in her absence. 諸君、旅はどうだったか？休暇は楽しんだか？あ、そっか。一気もミネもいなかったんだから、シンと二人だけで回してたんだ。店長、ご迷惑をおかけしました。休暇ありがとうございます。貴様ら揃って顔つきがたるんでるぞ。怖い。優しいかと思ったのに。いいか、戦場に入る前に、まずは旅行でたるんだその根性を叩き直すんだ。基礎トレとまでは言わんが、当店の合言葉、客は敵だを腹の底から10回叫んでもらう。覚悟はいいな。それでは私に続け。客は敵だ。やっぱこんな職場。The customer is the enemy. はあ、疲れた。Tired indeed. 旅行の疲れが残ってるのもあるけど、やっぱり3日休んだだけでもちょっと感覚忘れちゃってるね。今日からまたバイト三昧の日々だ。頑張ろう。お疲れ様。Oh, Iggy. What? What was that? あ、一気だ。はいはい。
今日もいつものところで、今日から待たなくていいから。 What? え？あ、ミネ、ちょっと話があるんだけど、これからいいかな？え？私ですか？もちろん構いませんけど。やだ、もしかして先輩と喧嘩ですか？ミネ、お前は誰の味方だ？ああ、そういえばミネってそもそも味方じゃなかったんだっけ？もしかしてミネってさ、単に一期ファンクラブが嫌いなのかな？あれよりは君の方がマシだけど、好きあらば奪いに行く姿勢に変わりなし、みたいな。うん、いっそすがすがしいね。じゃ、また明日、バイトで。先輩、なんだよ。ああ、なんだろうね、一気のやつ。いきなり態度変わっちゃってさ。合宿の夜のあれは何だったの？ He's breaking up. Iki, right? どうするよ？読んでやる？ Yeah, might as well, I mean. Might as well see what he wants. なんだか知らないけど、あいつなりに事情があるんだろうし。We're breaking up, right? 言い訳くらいは聞いてやって。But I do want to talk about this in person, Kate Keller.Tomorrow after work, I'm sure you already figured it out. Yeah, you want to break up. 想像ついてませんけど、僕。これはもしかして記憶を失う前の君と一気の間でなら通じてた話なのかな。まあとりあえず何か美味しいものでも食べて。今日は久しぶりのバイトで疲れたしね。